ライバル。ライバルかな。喉乾いちゃったね、中段。今日もご予約で満タンということで、忙しい、準備に忙しいママ、私の奥さんですね、が、出演してくれております。今日も届きました。ブルーミーという会社からですね、ポストに花が届くというこの画期的なシステム。さあ、早速開けていただきましょう。今日はですね、私こういうね、あの花瓶も買ってまいりました。おお、こうですね。ちょっとこれを取っちゃってもらって花瓶に挿してみましょう。今日はこのお花で、お客様を、温かい心でお迎えすることにいたしましょう。はい、盆数中の家族は今焼肉店をやっております。焼肉千比、相模原市中央区の焼肉千比をよろしくお願いします。そして、毎月ですね、こういうお花で心にも潤いを持って美味しい肉を提供しながら、温かい心でお客様をお迎えしたいと思います。さあ、飾りましょう。こんな感じですね。はい、こちらはあの袋のケンタ君といいます。ケンタ君っていうのは、心社長ママの息子でございます。はい、いいですね。花のある暮らし、花のある暮らしでした。散歩行くよ、ちゅうたん。お散歩行こう。足バタバタしないの。お散歩行くよ。お散歩行くの。お散歩行こう。ね、お散歩行こうね。お散歩行くよ。お散歩。お散歩だよ。はい、お散歩。さっきみたいに動かないの？はい、はい。行きたくないの？行きたいよね。さっき。独壇場だ。行け。もういいのか。行け。中段、今回は伸びに伸びましたね。中段、いよいよ明日はトリミングです。これはなかなか今回はぐちゃぐちゃになりましたね。目がないみたいじゃないですか、アイトナ君も。うーわー、いやー、今回伸ばしましたね。この君もすごいですね。いよいよ明日トリミング、久々の空海に行ってまいります。